ちゃ。こんにちは。はい。さあ、岩田ジャパンがたった今誕生しました。おめでとうございます。まさに1分前です、この。でもね、この前岩ちゃんと話したら、はい、そんなめでたい話じゃないですよって。いろいろ。プレッシャーですよとか言ってたけどね。ああ、大変だ。まあ、でも名誉職だから。はい。ね、頑張れ頑張れ。そうですよね。で実はそれに先駆けてこのチャンネルでは岩田ジャパンというのをコーチ陣も含めて組閣動画を撮ってるから撮ってるのでぜひあの概要欄から飛んでいただければそう、ね、どんな布陣でいくかっていうのも、ね、勝手に予想しておりますしでついでにチャンネル登録をしといてくれたら嬉しいですダブルで嬉しいですよろしくお願いします、はい、ということでじゃあ今日はメンバーだよ、はい、もう早速ほんちゃんの岩田さんより多分早くリスタート当たり前だお前これをヒントにしてくれればいい出た出た出たそうですね俺漏れなく見てるから多分俺岩田よりは選手を見てると思ういや、ね、本当に3連戦ずっとやってきましたからね、はいはい、セッパ共にやってますよということで岩田ジャパンより早く選手を、はいね、今度のいつだっけ11月16日から19日に東京ドームで開催されるアジアプロ野球チャンピオンシップの侍ジャパン候補、はい、もうこの場でこれアンダー24ぐらいなんだよね、はい、そうですで大林枠が3名ということで、はい、ねはいはい、ということでもう選びましたはい選びました早速じゃあ発表いきましょうかはいまずキャッチャーからいこうキャッチャーからいきますねはい、ヤクルト内山内山選手、はい、はい、これは、ね、これは常々言ってたからですか、やっぱりヤクルトいや、ここはやっぱり優秀だよはい憧れじゃない、内山ね内山選手、ねはい、ちょっと先走って出ましたけれどもねで、ねはい、次が古賀、西武はいこれはね、盗塁阻止率が12球団ナンバーワンもう頼もしい昨年1個もさせてないんだけどさ、はい、今年はもう急成長だあ、じゃあ期待大ですねああ期待大走ってくる選手をさせてもらいますああそうそうそうあ、まあ、将来的な日本代表のキャッチャーとして育ってほしいという願いも込めてそうですねね、中央あ、中央あ、そうそう中央枠で、ね、西武から古賀選手、はい、ね、はい、3人目これね、試合数はそんなに足りてないんだけど、はい、神谷あ、はい、これね、日本ハムでまあキャッチャーとしてはまだそうでもないんだけど、はい、バッティングがいい打てるキャッチャーってことなんですねあだからタミヤっていうのは、はい、そういう経験をさせてあげると日本ハムにとってもいいかなとあそうですねでこれからのことも考えてそうそうそうですもんね、うん、だから非常にいいかなといういややっぱアンダー24っていうのもありますけどやっぱ一気に若返りましたね、はい、キャッチャーもまあもちろんそうだよね、はい、さあでは内野手いきましょう内野佐藤輝明おここはあもうここはもうちゃんとねサードでいやこの勝負強さ一時期ファームに落ちたりとかさバッティングがどうのこうのって言われたけども結果残したよやっぱ今シーズンそうでしたねだからふさわしいと思うよはい、うん、実はなんか記事でも岩田ジャパンがもう佐藤選手をリストアップしてるというのは、まあうねはい、出てましたのでこれちょっと頭角かもしれないですね、うん、だから足も速いしねはい、うん、で次は牧あ牧選手はい、うん、この2人で盛り上げてほしい、うん、仲いいから佐藤ゼルと牧ってそうなんですかそう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 大学違うのね、うん、だから連絡取り合ったりとかいろいろしながら、はい、なんかこうお互いを刺激し合いながらやってるみたいだし、うんはい、この2人でなんかこのジャパンを盛り上げてほしいなっていうねじゃあセカンドとサードその2人決まりました、はいはい、門脇守備、はいはい、スペシャリストそうです ねこれはあの源田の後釜というか、うん、将来のね守護神みたいな、はいまあ、そういうプレイヤーになってもらいたいというそうですね、はいまあ、あの大舞台でもねいろんなあの球をねスーパーキャッチして、うんね、ナイスセーブして、まあ、動じないからねこの子はねそうですねどういう舞台でもはい、はい、で井上はい井上選手ソフトバンクはい、まあ、これは頭角を現してきたもう大好きな選手なんだけど、はいまあ、ちょっとこういう舞台を踏ましてあげたいなという、うんまあ、そういうこともあるし、はいまあ、それなりのふさわしいものは持ってる、うんうんうん、だから心配しない、はい、誰も心配してないと思うけどそうですね俺だけが言って自分で引き取ってるみたいな感じしましたいや、はい、いいですよで小園あ来た、ね、おめでとう小園、はい、本当に頑張ったと思うよ今年ねいろいろ最初から出れなくてなそうですよ、ね、でも俺の力見たかみたいな、うんまあ、そういう、ね、存在感も示したし、はい、でチームが大変な時に、ね、中心になってやってたから、うん、だから小園いや小園おじさんといえば嬉しいですよねいや嬉しいねまだまあ選ばれてはないんですが、はい、あそうだな選んだつもりでいたそうですね、まあ、選ばれるといいですね、はい、そうだね、はい、紅林選手はいこれはもう大型内野手でね若かったんですね若かったんだよ
はい、おっさんみたいな顔してるでしょ。 なんかもう風格がありました。そうだね、でも紅林、はい、やっぱり優勝するチームにあって、うん、タイムリーヒットとか見るとああうまい打ち方したなとか、うん、随所にそういうところが見えるしね、はい、だから紅林、はい、でこれはある程度精神的な支柱ではないんだけど、うん、まあ内野のリーダー的なもので中野、阪神のね、やっぱ WBC も経験してるしさ、出番はねそんななかったけども、うん、そういう経験舞台を踏んでるということで中野ね、まあ、ポジションが被る選手もいますけれども、まあ牧はファーストでもいいし、はい、まあいろんな潰しが効く選手が多いから、はい、うん、だから選びます。これ村上選手は選ばなかったの、豊さん、ちょっと休ませてあげたいなリフレッシュですね。もうね WBC も行ってて、うん、シーズン入ってなんかスタートが悪くて、うん、やっと帳尻が合うような感じまで上げてきたけど、もう今年はヘトヘトだと思うよ、精神的にも。そうですよね、うん、だからまあちょっと村上は休ませてあげようかなと、うん、ね、分かりました、はい、内野の布陣出ました。はい、外野です。外野は万波、あ、もうリストアップされてるっていうのも見ました。あ、そう、はい、それはリストアップするよね、万ちゃん。いや、そうですよね。まあ全てにおいて魅力的というかね、足だけだな魅力がないのは。いや、まあ、走力はあるよ、はい、だけどやっぱバッティングのパンチ力とさ、あの肩、レーザービーム、はい、これはやっぱ魅力あるね。そうですね、国際舞台で見たいですね、はい、万波選手選ばれればね、初ですし、そうですね、はい、で次は岡林、中日、はい、やっぱりヒットメーカーだよね、うん、やっぱこう1、2番、まあ、そういうところをこうどう組んでいくかという、はい、ことを考えるとやっぱこう岡林、まあ、ちょっとね出塁率は悪いんだけども、やっぱり出塁率を高くするためにも、はい、こういう舞台を踏んでほしいなという、ね、そうですね、はい、うん、で森下、あ、阪神、阪神、はい、ね、魅力がある、うん、勝負強い、はい、泣き虫、ちょっとベンチで泣くなよ泣くなよそうです ね、悔しくてもそこで泣かないっていう、でもいい経験できると思います、選ばれたら。まあそうだね、でも国際経験も、まあ、結構してる選手だしね、はい、大学の時にね、うん、まあだから森下、はい、ね、最後に外野手野口、あ、はい、オリックス、はい、やっぱ魅力があるよ、うん、バッティングはね、内外野できるから、はい、一応内野手なんだけども外野手登録で、まあ、連れていくという、おお、そういう形なんですね、はい、これ秋広選手とか選ばれてないんですけれども、この辺りは豊さん的にはなんかちょっと引っかかるものが、キャンプやらしたいな、キャンプ個人的にあ、個人的キャンプを、うん、もっともっとちょっと成長して、もっとね体幹を鍛えなきゃだ、それともっとホームランスイングができるぐらいのスケール感を作ってほしいな、キャンプで、うん、うん、そっからですね、またそうすると、うん、それはスケール感だったら野口の方があるから、あ、そっか、うん、そのスイングのスピードだとか、はい、十分資格はあるんだけども、うん、キャンプやっといてほしい俺は個人的な願いそうですね、自主キャンプをね、そうそうそう、はい、自主キャンプというか、その頃っていうのはチームでキャンプやってると思うから、ああ秋の、はい、もう徹底的に鍛えてほしいなと、うん、はい、その視察に行きたいぐらいですね、まあ、そうだ視察しない、はい、さあ、野手揃いました、はい、ピッチャーです。ピッチャーはもう阪神村上、まあそうですね、頭角というのもなんか出てましたけど、はい、まあちょっと疲れがね気になるけども、うん、まあ若いからね、これからの日本を代表するようなピッチャーになってほしいし、今年本当に初めてあれだけフルで働いて、オフで岡田監督は、うん、出したくないと思う、休ませたいですよね。おお、でもどうでしょう。いや、それはやっぱり国を代表して戦うわけだから、はい、まあ、そこら辺はノーとは言わないと思うよ、うん、ただやっぱ相当な疲労をね、はい、抱えていくだろうから、その使い方はちょっとね、まあ、井端に言うんじゃない、ちょっと1回だけにしといてみるとか、うん、まあ何試合あるか分かんないけど、そうですね、うん、だけどあんまり登板方にはしない、うん、そうですね、休む期間もないとっていうところ、そうだね、はい、で伊藤、あ、これも阪神からですね、はい、はい、伊藤将司、はい、ね、変則でね、うん、まあこのピッチャーはなんか投げても投げても大丈夫のような気がするんだ、うん、勝手にね、いや、タフな感じしますよね、うん、使いべりがしないというかさ、うん、まあ、そういう感じがあるし、はい、まあ、左っていうのも入れたいよね、そうですね、はい、本心から2人選ばれました、はい、で山崎伊織、お、山崎伊織投手、巨人ですね、巨人ね、はい、まあ、今年本当にさらに成長して、うん、まあ、安定感があるしね、はい、はい、で高橋宏斗中日、お、これ WBC メンバー来ました、まあまあそうだね、まあ、はい、来たけども、やっぱこうなんていうの、持ってるポテンシャルってさ、すごいものがあるし、村上同様ね、日本を代表するようなピッチャーになってほしいしね、はい、だからまあこういう舞台は経験させてあげたいなというね、そうですよね、今度はなんか主力みたいな感じだから、あ、 WBC の時は主力ではない、はい、ね、まだね、うん、
だから今度は主力としてね、ちょっと投げてほしいなと思う。そうですね。で、東。これはオリックスの。オリックス。はい。ね、負けなしという。はい。ね。素晴らしい今年。そうだね。うん、まあ動画撮った後に負けるかもわかんないけども、まあだけどやっぱ素晴らしい安定感あるし、ボールに力あるしね。はい、うん、だからこういう舞台を踏んでほしいと思うしね。いや、いい若手が来てますね、はい、揃ってきてます。さあ、続いて根本、はい、日本ハム、はい、左のね、まあ日本ハムでは先発で使われてるけども、ね、今ね中継ぎでも投げれるピッチャーだけに、はい、やっぱり左を連れてきたよね、うん、はい、はい、で同じく日本ハム金村、お、続きましたね日本ハム、うん、これはね、まあ春先故障してやっと後半上がってきたけども、まあ、その体の状態っていうのは心配だけども、ポテンシャルの高いピッチャーだから、はい、国際試合でどういうピッチングをするか見てもみたいし、うん、やっぱ経験をさせてあげたい、ね、そうですね、成長楽しみな投手です、はい、で松山中日今年頑張りました、投げっぷりいいぞお前そうですね、バンバンいけいけみたいな、新人王のね、あの権利を持ってる、まあ、そうだね、投手ですけど、はい、まあでも中継ぎでずっとやってるから、はい、やっぱこう井端監督も使いやすいと思うんだよね、うん、松山を中継ぎで、はい、中日の後輩ということで、うん、困ったら松山みたいな、立浪監督に言われるお前壊すなよお前ってどこ行ってもフル回転になっちゃいますよね、そうそうそう、もうどこ行ってもフル回転、まあでもこういうピッチャーがいてくれるとやっぱ助かるしね、うん、安心ですね、はい、はい、渡辺翔太楽天、はい、ね、やっぱこのピッチャーも今シーズン中継ぎでずっと頑張ってね、はい、運のいいピッチャーというか、うん、勝ち運があるピッチャーだから、はい、まあ、こういうピッチャーも中に入れときたいというね、うん、はい、で隅田西武の、はいはい、今年勝ったな、なかなか勝てなくてどの子のって言ってたけど、今年もその壁を打ち破って、はい、まあ、自分のピッチングがね、まあ、できるようになってきてるし、はい、やっぱいいよ、おう、いや、この岡田監督出ちゃいました。隅田投手ってアンダー24なんですね、まだ、まあ、そうだな、まだ若いよ。そうなんですね、あれ社会人から、いや、大学から2年目かな、2年目か、はいはい、そっか、まだだから権利はあったんです、はい、はい、で、最後、横山、ロッテ、はい、このピッチャーもちょっと変則気味でね、うん、ボールに力があるし、まあ、終盤ちょっと疲れたけどね、はい、まあまあ、だけど回復して出てきてくれるでしょ、うん、まあ、俺が決めるわけじゃないまあまあまあ選んでるのね、まあ、こういう、うん、基本戦は相当この中から選ばれると思う。あ、本当ですか。いや、でも本当にガラッとやっぱり変わりましたね、今までのと。いや、それはアンダー24っていうのもありますけど、うん、まあ、あるけどね。それと、はい、オーバーエイジですか。オーバーエイジ、はい、坂倉カープの、あ、カープの、あ、キャッチャーとして、キャッチャーとしてね、うん、キャッチャーとしての経験っていうのはちょっと浅いけどもね、うん、まあでもバッティングも使えるし、はい、ね、坂倉、はい、で島内、カープ、カープの、ああ、はい、ね、ホールドポイントを取ったかな、はい、あ、島内、はい、ね、で最後に田口ヤクルトの何を笑って、いや、 お前が目を笑ったからさ、いや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 、ね、田口投手は以前も選ばれてますし、もちろんね、やっぱね、田口もオールマイティだよ、抑えもできれば、うん、究極のピンチの時に度胸よく投げてくれるから、うん、だからまあ25人プラスオーバーエイジを選んだけども、はい、まあ、その中からね、どういう配置をするのか、そうですね、あ、まあ、あの投手のところで豊さん的には、例えば先発って、先発は村上、はい、伊藤、はい、山崎より、はい、高橋宏と、うん、まあ、東、うん、この5人が、この5人先発、はい、で第2先発が、まあ、用意したいのが根本と金村、あ、この2名、あ、日本ハムと、あと隅田、はい、西武の、うん、で松山、渡辺、はい、横山っていうのは中継ぎに置いておいて、で後ろに、まあ、島内もいるしね、はい、で田口もいるし、いますもんね、うん、おー、なかなか本当やっぱね、まあ、アンダー24っていうこともありますし、フレッシュな顔ぶれ、まあまあそうだね、揃いましたね、はいはいはい、うん、だからまあこういうので、やりますので、どうか応援をよろしくお願いします。あ、俺じゃないか、俺じゃないです、俺じゃない、井端ジャパンなので、うん、ね、この中からじゃあ何人ね、やっぱり選ばれるのか、そうだな、うん、俺は10人以上選ばれると思う、結構な確率でいきますね。ああ、なんだよ、んお前大丈夫かみたいな言い方するんじゃない、じゃないです、キャッチャーとかね、井端さんってどういう、タミヤはちょっとね経験不足だし、うん、あれだけども、はい、でも俺はなんか将来的にはタミヤってそのバッティングを生かしてキャッチャーじゃないかも分からないけど、どっかで出てる選手だと思うんだよ、あ、まあ、キャッチャーが一番ベストだと思うんだ
ども、ベイスターズの山本選手とかはどうなんでしょうか。んベイスターズのキャッチャー権利あるの？のあない25歳。うわ25だった。開催 そうか、うん、いやだからあんな24ってとこで選ぶのって年齢的なこともあるんで、そうですね、難しくなってきます。じゃあベイスターズがいないんだよね。牧選手のみ。あ牧がいるか。はい、うん、だけですね。まあ、林もいいんだけどな。うん、はい、うん、だけど他から比べるとさ、はい、まだまだ頑張らなきゃいけないかな。そうですね、はい、まあね、11月16日なので、はい、もう多分メンバーもあっという間だよ、はい、あっという間にね、合宿もしなきゃいけないしな。合宿するんですかね、やっぱ。ドラするでしょ。あ、するんだ。俺ノッカーで頼まれてる。嘘だよ。ですよね。びっくりすることがないですよ。俺がノッカーしても俺がヘロヘロになるの。確かに。でもあの日本シリーズ終わったばっかの選手とかは、それはしょうがないよね。まあ、まあね、まあ、でも若いからね。うんうん、ただやっぱメンバーに選ばれてて日本シリーズが終わって入ってきても、まずは疲労を取れっていうふうに配慮はしてくれるから、そういう選手たちにはね。いやーでもね、もうすぐに発表になるとは思うんですけれども、はい、うん、その発表も、メンバーと今回の動画照らし合わせて、まあそうだね、皆さんのあとご意見もぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。はい。